はい、皆さんこんにちは、サルです。今回もご視聴いただきありがとうございます。実はね、もう日が暮れてね、今終わったところだったんですけど、ちょっとね、スタートのね、入りをね、撮るのを忘れてたので慌てて撮っております。今日はね、こんな場所に来てます。またね、うちの近くのね、公園なんですけど、誰もいないのでね、とってもね、過ごしやすくて、ここでお手軽なね、またお茶をやっていこうと思います。よかったらね、最後までご覧ください。いやー、今日も気持ちいいですね。はい、今3時44分。今日もね、行こうって思いついたのがね、もう3時過ぎてたのでこんな時間になるんですけどね。まあ近くの公園にやってきました。もう本当にね、ちょっとこう100均の道具を使って、超気楽に、キャンプ気分を味わいたいという風な方への、超手抜きというかねまあ手抜きなんですけど、お手軽な、スタイルの紹介になります。あ、けどね、本当気持ちいいですね。もう12月の、ね、下旬なんですけどね、あったかいですね。家出る前に気温見たら 11.5 度でしたので、本当ね、空気も澄んで綺麗ないい季節です。で、前回もやりましたけどね、これもうお手軽キャンプの必需品と言ってもいいね、このポケットストーブ、これ100均で売ってるサイズです。はい、で今回ね、前回言った通り、中に忍ばしてるのは S ビットの、あのヘキサミンのね、固形燃料、これを使っていこうと思います。前回まではね、あのパック燃料を使ってたんですけど、ちょっとピントが合いませんね。はい、ピントが合わないんですけど、S ビット固形燃料スタンダード、4g が20タブ入ってます。で、1つのタブが、5分間燃えますよということですね。はい、有毒ガスの発散もないので安全ですということで、株式会社飯塚カンパニーなんですけど、まあね、屋内でね、使うのはね、やめた方がいいので、屋外での使用をお勧めします。パック燃料とかね、あの100均の固形燃料ブルーの、あれ使ったことある方多いと思うんですけど、意外とね、この、ポケットストーブが、非常にね、出回ってね、もう300円ぐらいで手に入る割には、こちらはね、使ったことないっていう方もね、いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、まあ20株入ってますので、1株あたりまあ30円ぐらいですよね。って考えたらね、あの100均の固形燃料と、単価的にはね、大差ないので、ただまあ、時間がどのぐらい持つかですね、あとどのぐらいの湯を沸かせるかですね、ちょっとそこはね、確認してみないとコスパがいいかどうかは判断できないので、まあ、今日はね、それが参考になればなと思って撮ってみました。まあ、というか、それを参考にしていただくためにね、撮ってるというのではなくてね、本当はね、単に気持ちいいから来てるだけなんですけどね。じゃあやっていこうと思います。はい、開けてみます。これですね、ここでいいのかな。はい、ここですね。ちょっとまずちょっと袋を開けて、はい、中から取り出すと、もうこんな感じで思いっきり、固形で入ってますね。なんかこうタブがね、こんな感じ、 S ビットって書いてます。字が彫ってる感じになってますね。はい、知ってる方知ってると思うんですが、独特の匂いがあります。この匂いはね、何の匂いっていうのかな。人によってはね、なんかね、水槽、家の中でね、なんか水槽でこう金魚とか飼ってるとその匂いだとか、まあちょっとネガティブですけどね、その水槽のお魚が死んだままね、一晩放置されるとこんな匂いがするとか、まあ多分ね、好き嫌いかなり分かれると思います。嫌いの人は本当に嫌いでしょうね。私は別にそこまで苦手意識はないですけど、好んで使いたい匂いかというとそうではないですね。なので、まあ、その辺はね、人によって様々ですので、一応知っておいてください。このアルミ箔をね、置いて、その上でね、燃やそうかなと思います。1タブレットですね、 4g、まあ、5分間ということだそうです。で、今回ね、またダイソーに寄ってきたんですけど、この甘酒ね、こちらをいただこうかな。これから夕方あったかい甘酒とかいいかなと思ってね、これを、温
缶っていうんですかね、湯煎っていうんですかね、して飲んでいこうと思います。ダイソーではこれじゃなくてね、パッケージのねラベルの赤いやつ、甘酒の方がね主流かもしれません。それもたくさん売ってましたけど、まあ、こっちもねありまして、同じね灘の、蔵元大関さんですね、結構ね本格的です。でこちらのねブルーのやつは、冷涼甘酒っていう商品名になってるんですけど、カロリーがね 40%、まあ、糖質もね炭水化物、これ 100g あたり 7.6g と、まあ半分なんでね、あの赤いやつよりもちょっと甘すぎるのね私苦手なんで、糖質も少ないこっちにねしました。で湯煎をする上で、これ100均のねマグです。450ml かな、ちょっと覚えてないんですけどね、間違ってたらちょっとテロップ出しておきますんで、そっちを信じてください。満タンにしたらね500近く確か入るんですこれ。で、あの普通取っ手がついてるんですけど、ここのとこにね、その取っ手を、グリグリってやってパンと外すんですね。でちっちゃい穴をねドリルでこう2箇所開けまして、でこういう針金、ステンレスの針金で、これをねつけてるだけです。ステンレスなんで錆びないしね、結構便利です。こういう風にすることによって、取っ手じゃなくてこの上のね、吊り下げる部分になるので、こうポケットストーブに置いて下から加熱した時に、この上側にねこのハンドルがあれば熱くならないので、あの持ちやすいんです。まあ、そういう意味でこれを上につけてるのもね使ってます。はい。でもう一つ買ってきたのがあります。これです。これ100均の、シェラカップ用網ですね。クッキングネットって書いてます。もうあの新製品とかじゃなくてね、前からあるやつなんで、ご存知の方も多いと思うんですけど、これがね高金属さんの商品で、直径が8センチ、高さが 1.5 センチとなってます。ちょっと開けます。これね、一番大きなサイズですね。マグカップって100均3種類あると思うんですけど、スタッキングのやつと中ぐらいのやつと、このね一番大きいやつで、この一番大きいやつ、これにぴったりと、はい、こんな風にねはまりますので、ほぼぴったりです。なので、ここで水を沸かして、でここで湯煎をしていただこうかなというのが今日の目論みです。いやーほんとね、秋はね、秋じゃないな、もう冬だね。空気がね、の澄んでてね、やっぱり綺麗ですね。はい、もうこういうとこに来るとね、一層なんかそれをね、痛感しますね。空がね、こう澄み切ってるっていうか、ね、本当にこう淀んでないですもんね。ここで、水を沸かして湯にして、でそこにこの甘酒を湯煎して温めて、この気持ちいいね場所でいただこうかなということで、この甘酒を飲むためだけにね今日はやってきたということです。はい。あ、そうそう、あの甘酒ということでね、もしかしたら気になる方いるといけないので念のためお伝えしますが、これはですね、ちょっとピントが合いにくいですね今日ね、清涼飲料水っていう風に書いてます。 180g 清涼飲料水、あのだからね、アルコール度数も約 0.4% 含んでますと、まあ、要するにあの 1% 以下なんです。だからこれを飲んで、あの車を運転したからといって、あのいわゆる酒気帯び運転ということになったり、違反でね、捕まったりということはないです。はい、その点はね、あくまでも清涼飲料水なんでね大丈夫なんですが、ただまあアルコールがね体質的に弱い方とかいう場合はね、当然何らかのね判断力が鈍ったりとかいう可能性はありますからね、そういう方はね、これを飲むのであればもう車の運転はしないという方がいいと思いますので、そこはね注意して飲んでいただきたいなと思います。こちらの方に着火をしていきたいと思います。今のではついてなかったです。改めてやってみますよ。はい、5秒ぐらいね炎を当ててやれば、しっかりとね今つきました。メタノールのね、あのジェル、アルコール
系のね燃料よりもねはっきりと炎の色は赤く見えますので、まあ、そういう意味ではね分かりやすいですね。はい、よく燃えております。ではここに今からよいしょ、水をね入れて湯を沸かそうと思うんですけど、水をどのぐらい入れればいいかわからないので、まず最初にこいつを開けてですね、振った方がいいかな。はい、開けます。よいしょ、はい、開けました。で、ここに入れまして、で、周りに水を入れていくと。水を入れていきます。よいしょしてしまいましたね。なんということでしょう。何をやってるんだっていうね。今ね、あの水筒の水がね、ちょっと滴って落ちて、ね、消してしまいました。はい、笑えない事態です。下手くそだな、本当にね。はい、今思ったんですけど、これ1個だとね、どう考えてもね、難しいような気がするので、もう1個置きます。2個、はい、これでやってみましょう、ね。消えたのをいいことに2個に増やしました。じゃあ、火をつけます。水がねついちゃったんですけど、このヘキサミンはですね水には強いんですよね。なので、少々あの周りが湿ってるというか水に1回使ってもね確か燃えるんじゃなかったかなと思ってます。違ったかな。はい、消えました。はい、面白いですねこれね。結構慣れない燃料だとこういうことが続きますね。では、もう一度いきます。水をねかけてしまったのがね単純に私のミスなので、そういう意味ではね、こんな苦労は普通はないと思います。単に私がミスをしたというだけの話で、こうなっちゃっています、まあ、アルミ箔の上にね水滴が結構いっぱいあるんです、ちょっと水に浸かったような状態になって、あの下側のねヘキサミンのタブレットはね、上側の方はその下側のヘキサミンの上にねちょっとこう乗っけるような形で水がに浸からないように置いたので、大丈夫かなという感じです。はい、燃えてねもういきなり形がねだんだんこう丸くっていうかね溶けてきましたね。はい、ということで、ここからは湯煎をしていきます。湯の量がねどのぐらい入ったか、まあ、湯っていうかまだ水ですけどね、これがね分かんないんですよ。満水で500ぐらい500近く入るんですけど、おそらくねこれねどうだろうけど、この瓶がね結構なあの体積を占めてるので200から300の間ですよね。これ水はね入ってるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、非常にアバウトで申し訳ないんですが、このまま、時間を計りながら、湯が沸くまで待とうと思います。なんかねやっぱちょっと独特の匂いがしますね。懐かしいですね。ヘキサミン燃料ね昔使ったことあるんですよ。この S ビットのやつじゃないんですけどね、その時もねなんか独特の匂いするなという記憶はあって、なんとなくこうなんか焼き魚の匂いだなっていうふうに思ってた記憶があるんですけど、今ね改めて匂ってみて、まあ焼き魚ですね。あ、また消えましたよ。風が強いのかな。これはちょっとね嫌ですね。風ねそんな強いっていうと強くないんですよ、ここなんですけど、やっぱね水で濡らしちゃったのが全ての原因かもしれません。なんかバチバチ言いながらね、音を立てながら、なんかほぼライターで加熱してるような状態になってると思うんですけど、大体的に。決してそうしたいわけじゃなくて火を打ちしたいんですけど火がつきません。濡れちゃったのがいけないのかな。3つ目投入します。悔しいので3つ目
キサミンはね水に強いっていう、これドイツ製でね、あのなんか軍隊とかが支給されるようなね、形で開発されたっていうのをね以前聞いたことあるような気がするんですけど、全く嘘があったらすみません後で確かめておきます。間違ってたらねちょっとテロップ載せますのでね、そちらを信じてください。その軍隊がね使うようなものなので過酷な環境でもね、利用できるようにということで開発された燃料と、まあ、軽くてコンパクトで、まあ非常にね火力は強くってというね、ことだったと思うんですけどね。なんかさっきから何回もねそよ風で消えてますのでね、まあ思ったほどそんなに強いわけじゃないのかなと、しかもね今3つ目入れてるんですけどね、この火力だとね私の感覚でいくとねこの湯は沸かないと思います。沸くかな、どうだろう、沸くかもしれない。ちょっとね炎の位置が向こうすぎるっていうのも多分あるんですよねとは思うんですが、なかなかねなかなかこう思ったようにいかないですね。まあそれが面白いんですけどね、ちょっとしたこう遊びなんですけど、こういうね思ったようにうまくいかないから面白いっていうのがあります。はい、とうとう4つ目が出てきましたね。 S ビットっていうね文字が書いてる、はい、これもいきます。手前からいきます。火が強いうちに行けば、あいつも今の炎でね着火して、弱まることなくどんどんいくと思うので、はい、4つ目をいったのね結構強いですよ炎。見てみます、こんな感じですね、はい、結構強くないですか。まあまあまあ強いって言ってもねけどね、100均のねグルーの固形燃料 30g のやつ、一番100均の中では大きいやつ、あれと大差ないですね。4つ入れてこれだから、まあそういう風に考えるとですね、そのアバウトな感覚的な判断で、何の客観的な根拠もないんですけど、100均のやつだと 30g の固形燃料3つ入って税込み110円ですよね。でこれ660円で、20個入ってるんですけど、そのうち今 4つ使ってますから1個20円としたら今80円ですよね。80円分使ってるので、なんか100均の固形燃料の方がコスパはいいかもしれませんねとか言ってたら、こう怒ったのがなんかこう炎が強くなってきましたどういうことでしょう。なんか面白いですねこれね、またねなんか面白いですねこういうのってね。どっちにしてもねこう車でパパッと来てね、で椅子すら持ってきてないという超武将ものなんですけどね、パジェロミニのこのね後部ドアを開けて、そこに腰掛けて、でこう三脚にねくっつけた鉄板のテーブルでポケットストーブで、甘酒をいただくとなんじゃそりゃっていう面白いですね。小鳥がね鳴いててね、けど気持ちいいですよ。まだね4時10分、少しずつね多分夕方になっていくんですけどね、まだ明るくてとっても気持ちいいです。三脚を使おうと思ったのはテーブルですね。この、高さがね自由に変えられるので、それで三脚を使ってます。この三脚はね特にもう華奢なねアルミのね安いやつです。はい、私ねちょっとカメラにいろいろ趣味があったので三脚たくさんあるんですけど、その中でもね最も、コンパクトでっていうか、軽くてね小さい、三脚になります。なのでこれいつも車に積んでるんですよ。普段カメラとかで使わないのでね、一眼レフとか、ね、ミラーレスとかそれなりの大きいやつはねちょっとこれに乗せるとね不安定なんでこれは使えないんですけど、こういうちっちゃいねこれ20センチ15センチぐらいの鉄板なんですけど、このぐらいの鉄板をテーブルにして、ちょっとねお茶をいただくぐらいならね全然 OK ですね。この三脚で十分持ちます。あと今日はですねよいしょこんな風にねあれをつけてます。なんて言うんでしょうか、クリップハンガーって言えばいいのかな。はい、これがあればねなんかこうちょっとゴミ袋とかね、まあ場合によっては調味料とかね
なんか紅茶パックとかね、まあ、そんなものが、置けるかなと思って持ってきました。ただそうやってね、いろいろね持ってこようとするとね、だんだんね荷物が増えていって、準備に時間かかるようになり、片付けが面倒になるということでね、今の私はね充電期間なんです。充電期間っていうのは、とにかく楽をしてね、なんかキャンプ楽しいなっていうね、純粋にね、これキャンプじゃないでしょうけどね、これをキャンプで言うと怒られそうですけどね、まあ外でねちょっとこういうご飯を食べたり、あのお茶を飲んだりするのって楽しいなっていうね、そういう楽しさだけをね手軽に感じたいもので、こういうスタイルの楽しみ方をしてます。数ヶ月に1回ねがっつり重装備でねキャンプに行くっていうね、まあそういう風な方の方がね一般的だと思うんですけど、まあヘビーな方はねもう毎週行きますよとか、雪中キャンプとかね本当にこう好きな方はねすごいですよね、はい。ただ今の私はねどっちかっていうとちょっと面倒くさがり、これねやっぱりねコロナ禍に入ってね、もう外出をずっと自粛してたでしょ。で自粛してたけどやっぱ家にいてもつまんないので庭で焚き火するでしょ。そうすると庭ってすごく快適なんですよ食べ物もね冷蔵庫に入ってるし、寒いと家に入ればいいし、家にあるものでね全てに対応できるじゃないですか。だから楽なんですよね。それに慣れちゃうとですね、ちょっとがっつり準備して外に行くというのはものすごく、ちょっと負担でですね、なかなかそれができなくなっちゃったんです、はい。ということで、こんなね気楽にできるものをやってたんですが、外でやりたいなというのが出てきたので、まあ、負担にならない範囲の外飯ということでね、こういうことをやってます、はい。もうね4つ目のタブレットの方を消えかけてきました。ただね結構湧いてきましたね、湯はね、湯気が出てますけどね、分かりますかね、こんな感じで。炎ももうほぼないっていうか、今消えましたね、ちょうど今消えましたね、はい、という感じです。ではねちょっとどんな感じかな、取り出してみましょう。熱いかな、熱くはない、あ結構熱い、あ結構熱い、お結構熱い、あ結構熱いですよ皆さん、あこれ結構素晴らしい人肌よりちょっと熱いぐらいっていうね、とってもいいぬる感ではないですね、割と熱いですね。じゃあいただきますね。あー美味しい、これね皆さんねめっちゃ美味しいですよちょっとね声が小さくなりましたけどね、これはね本当に美味しいですよ。アコを荒波塩しようっていう、その塩のね必要性がよく分かりました。ちょっとね塩が効いてるんですよ。これはね皆さんね結構やばいですよ、これ美味しいですよ。ちょっとねあんまり大きな声で言いたくないな、これ私の飲む分がなくなったら困るのでね、言いたくないなっていうぐらいね結構美味しいです、はい。ということでね、今ちょっとねこのヘキサミン燃料ね、やってみて思ったんですけど、こちらの固形燃料、固形着火剤 20g5 個入りですね、はい。このブルーの、これはメチルアルコールですよね、アルコール系の、メタノールって書いてますね、アルコール系の着火剤。この炎をねもう一回確認してみましょう、どれぐらい違うのかなということで、今ねちょうどヘキサミンをねやったばっかりなんで、記憶に新しいうちにこちらを1個やってみましょう、はい。まあもうこれはねご存知の方が多いですよね、どんな風に燃えるのか。私もいちいち燃やさなくてもいいかもしれませんけどね、ちょっとこのせっかくの缶が冷えても嫌なので熱々のままいただきたいというのもあってね、はい。これ 20g だからちっちゃいやつですけど、これ大きいですよね、炎はね。こう考えるとねこっちの方がいいかな、110円で5個入ってるから1個20円、22円、まあ20円ですよねって考えると、こっちの方がいいかなっていうのがちょっと結論です、すいません。ヘキサミン燃料ね S ビットのやつは、660円で売ってて、たくさん入ってる、まあ小さいのでね1個1個がだから微妙なこう燃料時間を比較するという意味ではいいかもしれませんよ、これはね、はい。20粒入ってるんでね、
一粒一粒が小さいので、かたやこちらはね、5個しか入ってないので、まあ、1回燃やし始めたら必ず10分から15分燃えてしまうという意味ではね、燃焼時間がある程度ねもう固定されるんですけど、ただねそう考えたらね、どうかなっていうのはあるんですけどね、まあ、人によると思うんですけど、個人的にはこちらの方が好きですね。はい、これがいいと思います。これのちなみにね、あの火力が強いですね、すごいね。これの、問題点じゃないんですけど、これ一回開けちゃうとですね、どん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 こう自然にね、気化していくというか蒸発していくというか、この固めてるものがね、空中にね飛散するっていうのは何だろう、消化で、正確には消化っていうんですよね、固体がね気体になっていくことするの で私はねこのセリアでも買ってるこういう、これギフト缶なんですけど、ギフト缶でね、これに入れます。こんな風にね、こんな風にって見えないですけどね、こんな風な感じですね。はい、アルミ箔とギフ、この固形燃料を入れておきます。こんな感じ。そうするとね、まあよいしょ、缶なのでね、熱くなっても、まあ、少々熱かったとしても大丈夫だし、まあ燃料なのでね、あんまりこう華奢なものに入れたくないので、このギフト缶、これ結構おすすめですよ。ちなみにこの蓋がね、お皿にもなるので、この上で、こんな風にしてね火をつけるということもできますので、まあセリアでね機会あって、ちょっとこうこの固形燃料のねケース探してる方はね参考にしてください。めっちゃ湧いてます。完全にトップツっていうんですか、その大きな泡のねブクブクが出てますので、よいしょ、これねあんま熱くないんですよ、手で持っても。それがねこの作りのいいところ。はい、こんな感じですね。めっちゃ強いですね。はい、めっちゃ強いです、火力がね。ということで、ここでねゆっくりと甘酒をいただきたいと思います。おー、熱々です。ではいただきます。これね、リゴって書いてますけど、イワシの、オリーブオイル漬けです。いわゆるオイルサーディン的なやつです。エクストラバージンオイル、オリーブオイルを使用したイワシの油漬けということでね、原産国タイって書いてますね。なんかねこれ業務用スーパーで買ったんですけどね、結構いけるんですよ。はい、気に入ってます。今年はね、本当ね、いろんなことありましたけどね、なんかキャンプ人口増えましたね。愛知県のキャンプ場の場合ね、もうすごい人でですね、行ったらね、ちょっとげっそりしてね、途中で帰っちゃったこともね、実は数回あるんですよ、この1年以内かな。なんかね、人混みの中に行くような感じでね、たくさん人がいてね、多分キャンプ人口が増えた原因はあれですよね、キャンプアニメですよね。よくみんな知ってますもんね。あんまりにもね、どこに行ってもね、こうキャンプ関係のお店とか話題とかになるとあれが出てくるんでね、ちょっとこの間ね1話だけ見てみたらね、結構ね面白かったです。夜の富士山の絵とかね、多分見た方よくご存知なんでしょうけど、ものすごくね上手に描写してあってね、中身がね面白いので結構ねおすすめです。大関、そしてこだわりの赤穂荒波塩使用、有名な赤穂荒波塩ですよ。初めて聞きましたけどね、ちょっと冷める前に
ちに移しておこうかな。これがまたねあったかいんですよ。すごくいいんですよ。これね 150cc ぐらいしかね入らないんですけど、これでね1時間ぐらいねあったかいんですよ。熱々でいいですよ。これおすすめです。あの手のひらサイズの湯たんぽ。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。